g ッドモ m o r n i YouTube. 今日は筑波大学のですね、実は初期研修1年目の下田先生をお招きして、えー、久野先生のグループからまた新しいですね、メタ解析ということで、今日はタバとサバの、えーまあ、臨床成績ということですね。えよろしくお願いします。よろしくお願いします。 では、えー、発表させていただきますえ。筑波大学職研修1年目の下田智成と申します。えー、本日はあの大動脈弁狭窄症における軽カテーテル的大動脈弁え植え込み術タビとえ大動脈弁痴漢術サーバーのえ比較をした、えー、ランダム化比較試験におけるフェイズスペシフィックメタ解析というものを発表させていただきます。あ自己紹介となります。えっと 今年3月に筑波大学を卒業しまして、4月からあの筑波大学の付属病院にて職研修をさせていただいております。で、今のところ死亡科は心臓外科を志しています。で、普段から、あの、久野先生のグループ、似て多くの先生方から、あの、日々、あの、研究や論文執筆についてご指導していただいていて、ただいまに、あのー、は、あの、心臓外科と心臓のカテーテル治療の領域をテーマと中,を中心として、あの、メタ解析を 出筆させてていいただいております研究においてなんですけれども、まずあの最初に少し結果をあのまとめたスライドを提示させていただきます。足袋は、術、え、後、ー、0から1年において生存率の向上に関連しているという結果が得られました。また、術、え、後、ー、1から2年の間ではその差が認められなかったという点も挙げられます。 そして2位から5年の間においては、サバーはビよりも優れた生存率と関連していたという結果が得られました。なので、長期成績の報告による本研究で認められたこちらの傾向の確認が必要かと思われます。といった点が本研究の論旨となっております。まず背景なんですけれども、2002年に世界初の旅奨励が行われてから20年が経とうとしています。 これまで8件のサーバーとタビを比較する RCT が報告されておりますけれども、まず最初にパートナー1という試験と、コアバルブハイリスクトライアルという、それぞれがバルーン拡張型、自己円拡張型の報告がされております。そちらでまず成績が良かったということで、次にはよりリスクが低い患者層を対象としたパートナー2とサータビという中リスクの症例に対しての えー、RCT、そして後には、えー、パートナー3、エボリュートローリスクという低リスクの、えー、患者を対象とした RCT が行われています。パートナーの試験というのは、エドワーズ社の、えー、サピエン弁ンというバルーンで拡張する弁を用いていまして、えー、コアバルブ、そしてサータビ、エボリュートローリスクトライアルにおいては、メドトロニック社によるコアバルブやエ,ドエボリュート弁というものを用いております。 そして上に記載されているノーショントライ i ルというのと u k 旅トライ t ルというトライアルにおいてはノーションというのはデンマークとスウェーデンにおける3施設で行われたあの少し小規模な RCT になるんですけれども低リスク患者においてあの行われた RCT となっております。そして u k 旅というのは他の RCT とは異なりあの弁が自己拡張弁とバルーンの拡張型両方の弁を含んだイギリスの まあ施設を対象とした公的資金によって行われたものとなっております。で次にあの先ほど示させていただいた RCT の結果について、まず大まかに話させていただきたいと思いますで。こちらが先ほど説明させていただいた初期に行われた高リスク群を対象としたバルーン拡張型と自己拡張型のパートナーとコアバルブの生存率の結果となるんですけれども、両方今の時点では5年の え、生存率が報告されておりまして、両軍において優位差は認められておりません。同様に、中リスク軍におけるパートナー2とサータビトライアルにおきましても、5年生存率報告されているんですけれども、優位差は今のところ認められませんでした。 そしてこちらが低リスク群の結果となっておりますが、左にバルーン拡張型のパートナー3試験、真ん中に自己拡張型のボリュートローリスクトライアル、そして右に先ほど説明させていただいたノーショントライアルの生存率の結果となっておりますけれども、すべてにおいて生存率、にり差はありませんでした。 こちら、パートナー3とエボリュートローリスクは2年3年と、まだ長期成績というものが報告されていないんですけれども、これから報告されていくことになるかと思われます。これらのその RCT の結果というものをもとに、ガイドラインなどもあの旅の,の,の推奨というものも変遷を遂げつつありまして、例えば左に示させていただいた米国の AHAACC ガイドラインにおきましては、 年齢に関係なく65歳以上においては手術の危険性の高い症例でヨーロッパの右に示した ESC と ESCTS のガイドラインにおいては75歳以上の症例が手術のあそしてまたは旅の推奨とされておりますまた日本では80歳以上の症例において旅が最近は推奨されております そのようなガイドライン、RCT などの,あの背景も反映されており、旅の件数というのは毎年徐々に増加しております。そしてこちらは、あの、ナショナルデータベースを示したスライドとなっておるんですけれども、左に、え左下に米国の TBT レジストリーというもの、そして右下に日本の DPC レジストリーというものを示させていただいているんですけれども、 左下グラフを見ますと、黒い線が足袋の症例数、そして青い線が、えー、アイソレーティッドサーバー、つまりその大動脈弁チ患術のみを行った手術症例となっております。で赤いグラフはすべての大動脈弁チ患を含むグラフなんですけれども、見ると、米国においては2015年に足袋をアイソレーティッドサーバー、そして2019年にサーバー全体を症例数的に上回っているという傾向が示されております。 日本の TPC データベースにおきましても、2017年の時点において、タビとアイソレーティッドシャワーの症例数はほぼ同等になっています。ので、どんどんタビの,の件数が急増しているとわかります。両方のデータベースに報告されている手術期の死亡率には同等と報告もされております。 これ例えば日本のもので見ると、サバーはそんなに減ってないのに、足袋が非常に増えてるってことは、これ、スクリーニングの意識が高まって、全体的なこの手術を受ける患者さんが増えたということなんですかね、あとは高齢の患者さんで、陰用病だった患者さんが掘り起こされたっていうことなんですかね。 そうも考えられるかと思います。確かその TBT レジストリーの方の研究においても、確か全体における AVR の症例数というのが増えているという結果も報告されていたと思,い思うので、あのらくそういった症例が掘り起こされたとおっしゃる通りで、あの増えたのかなとも思われます。はい。おがとうございます。<laughs> えっと、こちらはタビの患者の、えー、年齢となっておるんですけれども、先ほどの DPC データベースの結果となっております。でこちらからも分かる通り、まあえーと、タビの症例というのは70、74歳とか75から79歳と少し低年齢の,あの患者認でも最近は行われ始めているということが見受けられます。 こちらは先ほど示させていただいた、高リスク群における自己拡張弁の RCT となっております。コアワールハイリスクトライアルというものなんですけれども、こちらの研究は本研究のきっかけともなったトライアルでもあります。まず左上のグラフなんですけれども、こちらは2年の生存率を示したスライドとなっております。こちら見ると、サバーとタビ群において有意差 が生存率におおいて生じておりますただし、右上のグラフを見ますと、5年目の生存率となっているんですけれども、5年目の報告においては、2年時点で見られた優位さというのが消失しているということが分かります。でこちら、2年の生存率、そして1年の生存率において、旅軍の方が優位的に良好だったということなんかすごい話題になったとは思うんですけれども、そういう背景があってか、 1>, えー、1年におけるあの死亡率の変遷というものを比較したサブ解析の研究も報告されていまして、そちらの結果が下に示したグラフとなっております。こちらは、えー、下のグラフ、1年間におけるその瞬間ハザード比というのを示したグラフとなっているんですけれども、えー、グラフを見ますと、赤く四角で囲ったところになるんですけれども、30日から120日の間において、 あの赤い線がすごいちょっと青い線よりも上の方にあるということが見受けられるんですけれども、あの結果としてはこの区間、30から120日の間でサーバーの方が旅より術、えー、後死亡率が瞬間的肌と比においては高かったという結果になっております。こちら、左上、右上のグラフの赤い四角は、その下のグラフの赤い四角と同様なところを、えー、示させていただいているんですけれども、この30から120日における サバーのより高いその死亡率が全体の結果に大きな影響を及ぼしているということが見受けられます。そのような背景もあり、えー、タビとサバーの用語を比較する際には、まあえー、サバーは手術でタビはカテーテル治療とあの実後早期のデータとか大変異なるということが考えられたため、 あの例えば0から1年、1から2年、2から5年と、実後の時期ごと、つまりフェーズスペシフィックにデータ解析をすることが重要なのかと示唆されます。で、タ,バタビとサバのメタ解析ということに関してなんですけれども、こちらはすでにいろいろと報告はされていまして、さらに時点ごとの報告というのも数件すでにされてはいました。 左は b m g オープン、右はヨーロピアンハートジャーナルに2021年と2023年にそれぞれ報告されたメタ解析になっていて、1から1年と5年のデータがそれぞれ示されているんですけれども、こちらの研究両方とも0から1年と0から5年という結果になっております。つまり0から1年、先ほど示したような、術、え、後、ー、早期のデータが1から、あ 1>, 1から5年のデータよりも、もし大きな影響があった場合、0から5年のデータというものもそれに影響されているということが可能性として挙げられます。もちろん5年目のデータというのを把握する上ではそれは大変重要なことですが、えー、あのこちら、フェーズスペシフィックメタ解析本研究の手法は、0から1、1から2、2から5年のデータとして、えー、区間ごとに解析をすることによって、それぞれの時期における傾向の確認というものが 可能になるかと思われますこれ先生、1から2年というのは、つまりどういう時期というふうに定義というか考えられたんですかあえっ、ー、と、実後早期の1年だと、やはり、あのー、あの実後の合併症とかが多かったと思うんですけれども、1から2年ということに関して言うと、まあ、いわゆる中期的な合併症というか、ペースメーカーとかそういった あの,ものの影響が出始めるのかなと少し考えました。で、1から2という区間を選ばせていたとしては、まあ、あの多くの RCT が、えっと、1年と2年と5年の報告をしていましたので、まあ、そういった報告からも、まあ、1から2年とその間のデータというのは大変重要なものかなと考えさせていただきました。なるほど。2年以降ってなると、もうこれどっちかというと主義云々というよりは、もうその患者さんの もともとのプロファイルというか、そもそも高齢の患者さんがかなり多いと思うんで、そうすると、心臓以外の死因とかっていうのも入ってきそうですよね。あはいそ、そのため結構あの、生存率は他の因子にも影響されると思いますので、一応、その心血管死亡率の方も解析はさせていただきまし,て、えー、ああました、はいここであの。そちらのデータもあの、でも先生のおっしゃる通りで、あの高齢者の患者さんにおいては、特にそういった影響が大きくなるかとは思います。はい はい、ありがとうございます。こちら、方法になります。えっ、ー、と、RC あの、メタ解析ということもあるので、まず、えデータベース、今回においては、パブメドエンベースなどからえ、該当研究を検索させていただきました。で、主要アウトカムとしては、0から1年と、1から2年と、2から5年の生存率と、えそして、副次アウトカムは、時期ごとの、心血患死亡率や、えー、再入院、そして、大動脈弁再介入率、 で、ペースメーカー挿入率、そして脳梗塞あそれぞれ0から1、1から2、2から5年と時期ごと見ております。えー、方法としては、カプランメイヤーア曲線から、えー、ハザード比と95%信頼区間を抽出して、そちらを R というその統計ソフトを用いて解析を、あのランダム効果モデルというものを用いてさせていただいております。でこちら方法について少し詳しく説明させていただきます。 えー、本研究のデータ抽出の方法なんですけれども、まず、該当アウトカムにおけるカプランメア曲線をあのあの論文の,あのサイトなどからダウンロードさせていただきまして、そちらのカプランメア曲線の,そのサビとサバー群、それぞれのまあグラフの X と Y 軸のえ値を、このプロットディジタイザーというあのソフトがいろいろとあるんですけれども、そちらを用いて、 グラフグラの1点1点の座標をこう、抽出させていただきました。うんしこれ、カプラムヘアのフィギュアからその値が出せるってことなんですかはい。カプラムヘアのフィギュアからその値をこう算出する方法ということで、あの報告されておりまして。うんなるほど。はいで。そちらのデータなんですけれども、CSV ファイルとしてこうソフトにおいては、あの算出、あの 何て言うんですかね、エクスポートすることができたので、CSV ファイルとして、あの、エクセルのようなファイルとしてダウンロードさせていただいて、まあ、そのファイル上において、あの、0から1年、1から2年、2から5年といったように、こう、先ほどさせていただいた時期の区間で、こう、データを別々に抽出させていただきました。で、こちら、えー、抽出したデータというのを t l にしら、 に報告されたエクセルのシートというものがありまして、こちらの研究はトライエルという雑誌に報告されているものなんですけれども、あのカプランメ曲線が提示されていても、あのハザード比があの論文に示されていない場合に、こちらのエクセルの表に、えー、左下の,あのいろいろと数字が書いてある表があるかと思うんですけれども、そちらにこうデータを入力すると、一番左下の C と書いてあるように、あの同じようなグラフを 作ってくださって、そして右の方に示されているように、あの一番右の赤い四角があると思うんですけれども、そちらにハザード比と,、えー、と95%信頼区間など、粒で算出できるというものになっております。そちらをあの0から1、一から二、2から5年と別々に行わさせていただきました。でこちらはあのそ、それを解析したグラフの結果となっているんですけれども、R を用いて解析をし、 えー、右の四角にあるように、ハザード人信頼区間をそれぞれプロットさせていただきました。で、左に今回は一応、ローデータの表記もしておりまして、あの、どれくらいの人数がいたのかっていうのも分かりやすいように示させていただいております。で、えー、とこちら方法だったので、次、結果に移らせていただきます。こちら、0から1年の生存率の結果となっております。左に RCT の名前で、 その右に、そのタビとサーバーのそれぞれの患者数とイベント数、そしてその右にハザード比と信頼区間、そして一番右の方にそのハザード比を示したグラフが示されていて、赤い四角のところがその全体結果となっております。こちらは、ハザード比は0.85、信頼区間0.74、0.98と、タ、え、ビ、ー、群で優位的にあの生存率というのは0から1年においては良好と示すことができました。 1>, 1から2年の結果となるんですけれども、こちら同じように赤い四角を見ると、ハザード比は1、信頼区間は0.81から1.24と有意差はないという結果。そして2から5年においては1.15で、信頼区間1.05,1.03から1.29とサバー群の方で有意的に良好という結果になりました。こちら、心血管死亡率なんですけれども、心血管死亡率におきましては0から2年の間、つまり0から1、1から2年、それぞれにおいて有意差は 両群で認められませんでしたが2から5年においてはサーバー群で優位に良好という結果が得られましたこちら一応大動脈弁再開入率というものも、えー、見させていただいたんですけれどもこちら0から1年においては再開入率また再比率率が、えー、サーバー群で的に良好で少ないという結果なんですけれどもその後は両群で優位差がないという結果になりました また同じような傾向がペースメーカーの挿入率が見られまして0から1、1から2年においてペースメーカー挿入率はサバ群で低く2から5年においては両群で有意差がないという結果が得られました。そしてこちら脳梗塞のデータとなっているんですけれども0から5年の脳梗塞発症率というのは両群ですべての時期において有意差がないという結果が得られております。 こちら考察結果のまとめとなるんですけれども、最初のスライドと少し似合ったものとなります。0から1年は、タ、え、ビ、ー、の方が生存率の向上に関連して、1から2年では、えー、その優位さがなくなり、2から5年においては、サーバーが実後の、えー、生存率としてはより良好な結果を示していました。下にグラフがあると思うんですけれども、まあ、このトレンドを、まあ、長期成績の報告により、まあえー、確認することが必要かと、これから思われます。 こちらに少しアウトカウムが多かったと思うんですけれども、すべて示させていただいており、心不全においても、ちょっと今回は詳しいデータを提示してないんですけれども、同じような結果となっております。それぞれ、あの、心血管死亡率、生存率、心不全率というふうに、少しずつ、あの、最初は同等でサーバー群の方に良好になっていくデータ、そして再開入率、ペースメーカーと、 最初は、えー、サバー群で陽光、そして同等になっていくもの、それの拘のようにずっと優、えー、差がないデータというふうになっております。で結果の解釈となるんですけれども、まあ、今回の結果から、えー、そのアウトカムというのは時期特有の傾向をたどるということが分かりまして、あの考えられる理由としては短期的、中期的、それぞれにおける予防影響因子の,その変遷というものがあの考えられ、 例えば短あの、短期的なものだと、死列侵襲だとか、えー、機械的合併症とかが挙げられますし、中期的、長期的な理由としましては、えー、ペースメーカーだったり、SVD だったり、えー、その、便の機能不全が挙げられます。そして、ペースメーカー損ね率が長期的生存率に先ほどもさせていただいたとおり、影響している可能性もあります。そして、えー どんどん、え、タビが若い年齢の層の方々にえ行われるとなっていく上で、そのタビの便の寿命10年、15年と言われていますけれども、それに対した再介入、再手術の治療方針も考慮した選択が必要かと思われます。こちら、ペースメーカーについて少し考察を、あの、深くさせていただいたんですけれども、こちら、あの、サブ解析させていただいたところ、えあのリスクえっと、これは便の種類ごとのサブ解析なんですけれども、えー、 0から1年、1から2年と、えー、セルフエクスパンダブ、自己拡張型の便で、えー、そのペースメーカー率がタビで有効で、まあ、その結果によって全体の計画が少しあの引っ張られたということが、えー、分かりました、えー。そういったことから、えー、自己拡張便を用いたタワー群がサバー群よりもペースメーカーの挿入率がより高いと分かり、こちら左下はフランスの、えー、ナショナルデータベースの結果となっているんですけれども、 あの本研究と同じように、ペースメーカー挿入率は自己拡張弁でより高いと考えられます。でこちらの理由としては、より背の高いあのあの自己拡張弁というものは、差し出る質量における電動ブロックを生じやすいからかと思われます。でペースメーカーが死亡率に影響するか否かということなんですけれども、サバー後の術後のペースメーカーというのは死亡率と関連していると多く報告されており、えー、旅後のペースメーカーっていうのは、えー、その相関していると。 ていないという両方の報告もた,たくさんただい報告されていて、例えば左,左下に示しているのがスウェットハートセレジストリーでスウェあのあの、えー、確かのナショナルデータベースだと思うんですけど、サバー後の、えー、ペースメーカーというのは、えー、死亡に関連しているとい示しているんですけれども、旅、えー、後の,、えー、そのペースメーカー挿入というのは死亡率と影響していないと、えー、結果示されております。ただし、最近のメタアナリシスなどでは、えー 旅後の、えー、ペースメーカーというのが生存率に影響しているとも示されているので、今後の研究、比較研究、そして調教後のデータが必要になると思います。再開入率においてですけれども、あのどの RCT においてもあの値は大変低いあのあの値となっておりました。で今研究の結果としては0から1年では旅群で、高知1から5年では同等となっており、えー、1から5年、 においてなんですけれどもただし、この結果はあの死亡率が競合リスク因子となっている可能性が多に挙げられます。5年の時点における死亡率なんですけど、パートナー1とコアバルブだと、両方あの65%と55%と大変高い値になっていますのであの、再介入率が過小評価されている可能性があり、あのリスクが高すぎて再介入が無理だった症例、またはその前に患者が他の要因によって死んでしまった場合など、そういったことによって、えー データが少しあの不,良なって不明瞭になっている可能性も挙げられますで。再介入の結果についてなんですけれども、あの再介入率、えー、タビの方が多いという結果が今研究で示されましたけれどもあの、主に2通り方法ありまして、バルブインバルブタビまたは採取率となっております。バルブインバルブタビにおいては、えー、タビ後、サバー後両方において、左下のグラフに示されているように、有意差は生存率で1年の時期ではないと示されております。 ただし、足袋とサバー後の再手術、外科的手術におきましてはサー、サバーの結果の方がより良好と示されています。こういったえより低リスク、中リスクの患者に足袋が行われていくという背景がありますので、あの初回治療においてはライフタイムマネジメントを考慮した選択が重要かと思われます。脳梗塞につきましては、えー、こちら、足袋の,タビの あのパートナー1トライアルが報告されてから大変あの話題になって、旅の,の問題として挙げられた点かと思うんですけれどもあの、パートナー1における実後30日と1年の結果において脳梗塞が旅群によって優位的に高いと示された以降、あの他の RCT においてはその優位差は認められておらず、本研究でも同様の結果となりました。こちらはパートナー1とパートナー2の、えー 統合データをプロペンシティスコアマッチしたデータが右に示されているんですけれども、こちら、瞬間ハザード比の高速の発生率を見ているんですけれども、あの実後6ヶ月から4年目のデータを見ると、あの赤で特に変わっていないという感じになっております。なので、本研究の結果があの証明されるかとも思われます。なので、今後の研究がより必要になってくるかと思われます。 でリミテーションの一つにもなるんですけれども、あの今回の研究の、えー、一つの日本にあの臨床におけるこうトランジションにおいて少し問題となるところが、えー、日本と米国というのがそれぞれ違う、欧米というのは違うあの患者層、そしてあの異なるルールなどいろいろとあるということが挙げられます。本研究で取り上げた r c t のは全て欧米で行われていたものなので、日本の臨床に応用するには一回それを考慮する必要があるかと思われます。 こちら、右の表なんですけれども、えー、TBT レジストリーと日本の JTBT レジストリーを合わせたものになっていて、そちらの比較をすると、日本の方が患者層のリスクスコアが高い、そして、30日死亡率、脳梗塞、出血などは日本で低いことになっております。こちらの原因はいろいろと挙げられますけれども、主に日本では女性が多かったり、高齢者が多いので、リスクが高い。また、 あるいは、その米国では低リスク、中リスクにおいて旅の症例が増えているので、まあ、それによって、まあ、一えばその、その通りなんですけれども、まあ、リスクのスコアとしては低くなるのは妥当かと思われます。なので、あの今後、日本で低リスク症例がどんどん増えるということがありましたら、まあ、そういったことも考慮して、本研究のデータの解釈が必要かと思われます。こちらがリミテーションになるんですけれども、えまあ、初期の RCT ではフリーベンスが用いられていたので、 初代の弁など、なんで、あのただいまの臨床に本研究の結果がダイレクトに応用できるかというのは検討が必要です。そして、また初期の RCT や同時に旅が普及し始めた時期なので、ラーニングカーブがある時に行われたデータになっているので、もしかしたらより旅の方が本当は良好なデータになっていたかもしれません。また、異なるリスク群のデータもあの統合していますので、そちらも考慮が必要です。そして、最後に示させていただいた通り、欧米のデータが日本の臨床現場で必ずしも およすできるわけではないということです。以上、えー、結合になります、えー。本研究では0から1、1から2、2から5年とトレンドを、えー、見ることができましてあの、そちらの傾向というものを今後、長期のフォローアップを見て、えー、確認する必要があるかと思います。ご説明ありがとうございました、はい。ありがとうございました。今日、下田先生から旅とサバの えー、メタ解析というのをもうフェーズスペシフィックにつまり術後1年までと1年か2年までとそれ以降5年までということに分けて、えー、それぞれ比較したという、まあ、あのご発表していただきました。素晴らしいあの目のつけ所ところと素晴らしいその解析方法で新しいことも教えていただきましたけど、あのーえー、と白谷からもあるんですけれども RCT のメタ解析ということなのでその 比較された両軍、サバとタバのグループっていうのは、えー、患者さんのプロファイルは同等だったという理解でいいですかねはいあの、それぞれの RCT において、まあ、もしかしたら少しのアウトカムには有意差とかあったかもしれないんですけれども、主に年齢などをあのまとめさせていただいた際には、あまり差はありませんでした。そこはなので別にアジャストしたとかっていうことはされてないんですね。はい、わ、はい、かりました。 そうなってくると、今度、ああ年齢とかやったまあ国、エリアとか、あとはそのリスク別、えー、それからバルブ別っていうのの解析っていうのはされてるんですかあ、えー、年齢別の,、まあ、その,あの解析ということにおいては、あのリスク分ごとの解析というものをさせていただいておりますの。の高リスク、中リスク、低リスクと、そしてバルブごとは、えー、とバルーンエクスパンダブル、あのバルーン拡張型と、 自己拡張型の間でのあの解析を一応させていただいておりまして、こちらが重要な結果となっております。えー、っとこれがベリーショートのサブ解析で生存率の結果となっていまして、左があのリスクごとで右があのバルーン拡張型と自己拡張型を、えー、比較したデータとなっております。えっと。 どちらもまあ、そんなに大きな差はなさそうなんですか、ねはい、バ,バルーン、セルフの、セルフはバの方が良さそう。バルーンはこういう差なさ、違うか、どっちもまたいちゃってるのかすべてまたいで言う結果にはなっていまして、1から2も確か同じ結果にはなっていて、あの差は認められなかったです。そして、2から5年においては、 このような結果となっており、バルーンの方が少しあの高いというサブ解析的には示されたんですけれども、うん、そのすべてにおいてはどうぞでした。ただしあの、まあえー、どうぞあ。すみません。あの本研究、2から5年の低リスク群においてはノーションの結果しかなかったので、まあ、ちょっと一つの研究の結果が大き,に、うん、大きく影響しているというのがあります。なるほど。ちょっとリスク別もう一回見せてもらっていいですか。あ、これかあ。すみません。ちょっとごめんなさい。こちらです。 なるほどね。じゃあ、まあ、リスク別に分けても、この、うん、そっか。まあ、とはいえ、二つなんですかね。コアバルブパートナーっていうのと、パートナー 2A とサータビ、はい、で、一番下はノーショーか。だから、これはまあメタ、メタにはなってないけどっていうことなんですかね。あそうですね。うん、最初、ちょっとリスクごとにまあ研究を行っていたんですけれども、少しちょっと、スタディー数がそれぞれ少ないので、統合をいただきました。そうですね そうか、なるほどね。あの、先生考察されていたように、もしその一つのメカニズムというか理由として、えー、っと、ペースメーカーっていうものがあるんであれば、もしかしたらセルフエクスパンダブルの方が、結局死亡率にも影響しちゃうのかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、そういうことでもなさそうなんですかね。そういうことでもなくて、確か、えー、っと、っとこ今回すみません、ちょっとスライドを、心不全においてのスライドを提示させていただいてないんですけれども、 しっかりと2から5年かどちらかのデータにおいて、ちょっと論文の方でもサプリメンタルファイルにはあるんですけれども、あの、確か心不全において確か、えっ、ー、と、バルーンの方が用語が悪かったというデータがありまして、その考察としては、えっ、ー、と、自己拡張弁はの方が、こう、流体力学的により良いというふうに報告も今まで何回かされてはいると思うんですけれども、しかしそれによって、あの、自己拡張弁はペースメーカーの、あの、にはなりやすい。 挿入はより、えっ、ー、ともあの、なりやすいという結果はあるんですけれども、理体的学的によりスプラニューラーの構造であのいいと報告されていて、それによって心不全によりなりにくいとも言われていると思うので、確かそれ、そういった結果が、えっ、ー、と、サブ解析で今回確か示していたと思います。あの、全体としての2から5年のサバタイタバっていうのは、 全脂肪に関しても差があったんですよね。で、えっ、ー、と、神血管脂肪に関してはどうだったんでしたっけ心血管脂肪においても、えー、同じように、えー、あのたあのサバーが2から5年においてはより良好な結果となっております。それはどう解釈すればいいんですかねなんか、全脂肪も心血管脂肪もサバーの方が良さそう。えっ、ー、と、一回その手術期 のリスクというか、あのー、1回その上がってしまうそのモータリティを乗り越えれば、外科手術がうまくいった人の方が、えー、まあ長い基礎ということなんですよね。そういうふうに、はい、結果では示されました。な,なんでですかななんでなんで,なんでだと思います <laughs> 難しいところではあります確かに、あのー、サ,サーバーとタバーの違いって、もちろん、手術器の侵修度は全く違うと思うんですけど、なので、あのー、短期はいいと思うんですけど、うん、長期になると、つまり違いは、元々の便がそこにあるかどうかっていうことですよね。だから、元々のバルブがぐしゃっと押し通されてるかどうかっていうのが、多分一番の違いになると思うんですけど、そこら辺はやっぱり影響するんですかね。少し便が小さくなっちゃうんですかね。 もうそういったことが原因かとは考えているんですけれども、確かに明確な答えというのはまだ分かっていないとは思うんですけど、もそのようには考えていて、ただし、あの先ほど申させていただいた通り、あの、旅においては、あの両方とも初期の,あのコアバルブとパートナーの位置のデータというものは、あのまあ、今あまり臨床では用いられていない古いタイプの弁を用いていますので、うん、まあこれからそこにおいては改善が見られるのかなとは少し思います。 そうですね。まあ、とはいえ、うん、どうなんですかね。それが本当に2年以降のその予後をよくするのかどうかっていうのは、ちょっと懐疑的なところもありますけれども、久野先生、コメント全体的にいただいていいですか。はいあ、ありがとうございます。まあ、今回のこれは2年から5年っていうのはですね、あのー、まあ、先にし、まあ、お亡くなりになったっていうか、まあ、まあ、旅の恩恵で0から2年、亡くならなかった方が、 まあ2年から5年で、まあサーバーよりも寿命を迎え、な何て言いますかね。まあそういうこともあるのかなっていう。まあちょっと要は結構高齢な方がまあ今回入っているので、まあ5年、まあ要はローリスクの5年とかと違う、まあ違ってインターミネートハイが入ってるっていうことから、ちょっとまあこれ僕もいつも解釈難しいんですけども、まあなかなか言うの難しいです最初になくならなかった人がまあ最終的に まあ、亡くなってしまう数が増えてしまうのか。で、まあ、年でハイリスクの人たちっていうのが、ハイリスクの人たちっていうのが、サーバーだと短期でもうすでに耐えられなかったっていうことですよね。まあ、サーバーは耐え,耐えられなかった。それは事実で、まあ、0から1年では差があると。ね、ただ、まあ、そこでサーバー、たば、サーバーは生き残った人。で、足袋は、まあ、そこで0から1年で、まあ、生き残ったけれども、1から5年は、 別な理由で寿命を迎えてしまって、見かけ上死亡の数がサバよりも増えてしまう。まあ、それでその5年というような、ざっくりとそのワンポイントで切った場合は、サバもタバも差がなくなるっていうことなわけですよね。そうですね。まあ、あとは、ローリスクと違って、5年が一部の人は寿命と言われてもおかしくないようなコモビリティがあったりすると、この解析のちょっと難点だとは思うんですけれども、まあ えー、5年では揃ってしまうけれども、先に良かった方が後で追いついてくるっていうのは、あの、後側がサーバーが本当にいいのか、それともたまたま旅で亡くならなかった人が亡くなってる数が1から5年は、えー、増えてしまうっていうのが、まあ、ベースライン揃ってるという過程ですけれども、まあ、そうなってしまうのかっていうことで、まあ、やっぱりこれをもしローリスクの65歳とか,から75歳ぐらいで、 5年でやって本当に差が出ればまた面白いんですけど、まあちょっとこういう平均年齢が高めの人でやると、ちょっとまあこれ、こういうふうに綺麗には出しているように見えますけれども、まあそういうからくりもあるとおかしくないというふうに思っています、うん。その例えば2年の時点での患者さんの、その対象患者さんのプロファイルっていうのを比較してみると、もしかしたらサーバンーの方がいいっていう可能性があるってことですよね。まあおっしゃるとりですね。まあ人数は少ないわけですけれども、まあ、あの、その分、 プロファイルはそうですねつまりこの2年から5年の段階で RC と組んでるわけではもちろんないんですけど2年の段階の用意どんでは患者プロファイルは当然違うっていうなるほど非常に興味深いですね,ですねえっ、ー、とどうでしょう阿部先生、まあ、ちょっと無理そう山本先生どうぞありがとうございました女子医大の山本ですあの大変興味深い内容でしたあの今の十条先生の質問にもかぶるんですけれども聞くじゃあそうすると 検討してと分かないと思いいななととか思ますけど結局、その旅っていうのは延命治療みたいなものになってしまうのか、それともさっき、r e d の結果とかもあったと思うんですけど、それ以降のなんかその主義が見込めるようなブリッジングセラピーみたいなあの考え方になるのか、ちょっともし何かデータ等あれば教えていただきたいんですけれども。高齢者に対しても積極的な治療になるということなのか、それとも。 それただ単に1年伸びただけっていうふうに考えるのか、まあ、1年伸ばしたことによって次の治療が望めるような主義なのかっていうのもしデータとあれば教えていただきたいなと思います、ね先。先生何かお考えありますかいやあの次の治療という点において、ちょっと延命治療かどうかっていう点については少し自分知識不足で申し訳ないんですけれども、あの初回治療の後の,あのその後の治療ということに関しては、 バルビンバルブにおいては、えっと、の再介入においてはえ、特に差はないという結果で報告されていましてあの、ただし再手術においては差があるということで、さらに、えっと、サバーの後にタビをした後のそのタビの外科手術と、タビ直接行った初回治療の後の外科手術においても、また生存率の確か差が出ていたので、 あのそういったことにおけると、若い患者さんにおいてはサーバーをした方がいいという報告も、今それが現状だと思うんですけれども、そういった報告もされてはいます。これ、大動脈弁の再開入率ということですけど、まあ、タバーした人は、その後もう一回タバーやっても、サバーやっても、まあ、大丈夫な感じの体にはなってますよね。ただ、大動脈、そのサバーやった後にすぐにもう一回サバーやるかって言われると、 まあ、なかなかちょっと二の足踏むところはあると思うので、率に関してはこれはもう当たり前というか、まあ、それはやりやすいのは旅後の患者さんの再介入だろうなっていうふうには思うんですけどね、どうでしょうかね。えっと、旅のエクスプラントはもうはっきりリスクが高いって言われているので、やっぱり旅のえっと、何のリスクが旅の 旅を抜くっていうエクスプラントですね。は、ああエクスプラント、あ、はいはいはい。うん、エクスプラントになるとすごくその手術的にリスクが高いって言われてるので、まあ旅、まあ、せか、2個目のチョイスの旅後のサーバーっていうのはやっぱり、ええー、リスクが高いということから、あいいうん、まあこの旅、えっ、ー、と、下田君の2個目の旅サーバー後のリデューサーバーにおいてはサーバーが良好っていうのはそういうことだと思います。旅後のエクスプラントはリスクが高いっていうことはあって、まあそのライフタイムマネ,、うん、マネジメントですると、 やっぱり旅後の旅っていうのがなかなか、えー、そうですね。まあ、エクスプラントが難しいっていうことから、やっぱりちょっと、えー、まあ、10年を超えて20年ベースで考えると、20年65歳の方が20年生きるっていうことを考えると、まあ、ちょっと、 まあ旅っていうのは、まあちょっと現状ではまだ分からないんかなっていう、まあもちろんデータ次第ですけれども、分からないんじゃないかなっていうふうに思うので、やっぱコロナリアアクセスの問題がやっぱりどうしても出てくると思いますので、まあ特にコアバルブルっていうか、あの、ばあの、セルフのが悪いっていうことなので、まあそこら辺も含めた、 えー、管理が必要になると思いますし、まあちょっと最初のあの、足が延命かってちょっとそういうわけではないと思います。まあ今回はタビバーサスサバーなんで、ちょっとそういう話ではもちろんないっていうふうには、ええー。なるほど。そうなるともう結論としては、急世期乗り切れそうな、やっぱりまあ低リスクの人っていうのは、まあ将来のオプションも考えると、よりまあその若めの人っていうのは、 やっぱりサバやっといた方が将来のオプション、ライフタイムマネジメントっていうのもしやすそうだというふうに考えちゃってもいいですかそのあの今の再介入データとかからはそのように見受けられていて、ローリスク低年齢はもうだって将来の再開入はほぼありきで考えた方がやっぱりいいわけですもんね。そうなると、そういう人たちはファーストチョイスがサバでもまあ、 いいいととううことにはなりそうですよねやっぱりその医療コストとか入院期間とかと考えるとついつい旅にまあ寄りがちですけれども、えー、一番最初の0から1年を乗り切れそうな人っていうのはもしかしたらそれも良い,いかもしれないけれどもかなりハイリスクの人っていうのはまあこれまで言われている通り、えー、久野先生も指摘されてましたけれどもそ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 ものやっぱりハイリスクで。 そのサバーの新種を乗り切れない人っていうのはやっぱりタバで、まあ、少しでもやっぱりその寿命を伸ばしてあげるっていうのはあ,のあ,りのかありなのかもしれないですね。えっ、ー、と、白谷先生から今回の、えー、AVR の時間の区切り方はどのように決めたのでしょうかっていうのは、まあ、さっき質問しましたね、えー。上手な人がサバーをするのがベスト説。これ、えっ、ー、と、なのでエリア別っていうのはあったんでしたっけ <laughs> その施設別とかエリア別とか国別っていうのは。 あそういった解析は今回は、えっと、ストーはい。日本の成績っていうのは、まあ世界と比較しても非常にいいんですよね。で、まあ、さらに、あの先ほど、島モ先生も言われてましたけれども、どんどんやっぱりいい弁が、あのこのマーケットはやっぱりまあ注目されているっていうところもあって、まあ、結構出てきてはいると思うので、まあ、今後さらに、えー、どこの差が広が、どこの差が広がるんだろうな、うーんまあ、 そうですね終日期、0から1年は、まあ、今かもうちょっと良くなるかもしれないけど、0から1年ぐらいがよくなるんですかね、2年以降も良くなるんですかね、1年、2年、2年以降も良、まあ、くなってくれると、まあ、さらにいいかなとは思いますけれども、どうしてもやっぱりあの、まあ、生態弁を使うわけなので、まあ、これも劣化はしてしまうし、まあ、血栓付着の問題もあると思うので、 まあもしかしたらその将来的には次のデバイス、次の,その考え方、やり方っていうのが出てくるのかもしれないなとは思いますけれども、はい、ありがとうございました。ということで、まあ、結構意外なというかあの、フェーズスペシフィック、まああの、解釈の仕方難しい部分もあるとは思いましたけど、まあ、こういう、えー、見方もあるんだなっていうのを非常にあの勉強させていただきました。 あの下村先生は心臓外科死亡ということですけども、まあ、このデータを見て、えーどう、何か考えるところはありますか変興味深いデータだと思います。<laughs> ただし、その久野先生もおっしゃった通おり、そのタビの低伸習性によってちょっと恩恵を受けていた患者さんが2から5年でとかそうあの、死亡してしまったからタビの方が死亡率が高いとか、そういった解釈も可能ですので、ちょっとこれから低リスクの患者さんのデータとか、ちょっと。 職近主義ですけれども、少し10年の結果が出るのを楽しみに心待ちにはしております。ちなみに心臓結果を死亡する理由っていうのは何かあるんですかあ全然あの循環器の先生方の前で言うのも大変多くなこてもあるんですけれども、あのなんか4つの部屋が心臓があって、それが小学生でもあると理解できると思うんですけれども、それが少しちょっと破綻するだけであの大きな病気になってしまったりとか、そ,のそういった治療において、そこをこう。 あの会員する患者さんが元気になるというのを見て、すごい興味深いなと思って、循環器自体に興味があって、それをちょっと手術にちょっと興味があったので、心臓外科今、ところは死亡しております。はい、わかりました。まあ、自分の腕一本で患者さんを治してあげるということに関しては、まあ、多分心臓外科以上のものはないのかもしれないですね。はい。いません。どうぞお願いします。はい、えーえーえー、ごめんなさい。まあ、やっぱりその米国のこの65歳からで今、旅がカジキりになってるんですけど、まあ、ちょっとそれがまだ、 どうしてそこまで行ったのかっていうのはまだ僕もわからないっていうのとえっと、それはそ,そこまで定年齢化しちゃったのかってことです、ね、そうですね。それはちょっとやっぱり、まあ、これ、今、今のデータでそこまでやるのはちょっとやりすぎなんじゃないかなっていう、まあもちろん TF ビありきですけれども、まあっていうのと、まあやっぱり、ね、コストがやっぱり大きいですかね。メディカルコストがの要因が大きいですね。まあアメリカは結局これ、やっぱりタビバーサスサバーのやっぱりコストっていうのはすごく言われていて、もう、あの、やっぱり、 これ許可してるのはやっぱコストは十分にあるとは思うんですよね。やっぱり、レ、うん、ンクス・オブ・ステイが全然違うということで、まあ、そういうのは当然あるとは思います。あとは、えっ、ー、と、あれなんでしょう。まあ、あと まあ我々ちょっと ABR 側の弁についても調べたことがありまして、まああの、エクスターナリーマウンテッドとインターナリーマウンテッドで、えっと、その成績が違うって言われてて、ちょっとあの、ランダマイズにどれぐらいのデータがあるかわからないんですけども、まあとある弁が悪いっていうのは、まあはっきりは最近言われてるので、まあサバー側の方も、やっぱりちょっとなんか、 RC、まちょっとこれ RCT 側にどれがあるのかちょっとは、あのー、調べきれてないんですけど、RCT 側、あの、ABR、サバ側のですね、弁も、やっぱり一部問題があったんじゃないかなっていうふうには、うんあ、思います。<laughs> あと、もう一つ言おうとしたんです忘れちゃいました、ね。まあちょっと忘れました。すいません。はい。ありがとうございました。ということで、まあ今日もですね、もうものすごく若い えー、非常に優秀なあドクターをですね、あのお互いして、えー、ガンガン働かせている久能先生のチームからあました。今回はもうこれ以上は若い人はいないだろうという、まあ、あのこの前ドクターになったばかりのですね、えー、筑波大学の下田先生から、タバ,バーサスサバのフェイズスペシフィック別のですね、フェイズスペシフィックな えー、RCT の比較試験ということについて報告していただきました。えぇ、ー、下先生、この先生、ありがとうございました。ということで。思い出しました。ごめんなさい。あの、これ、ちょっとあの、バルブジェネ,ジェネレーションの話が、やっぱり出てこないといけないです。まあ、もちろん、あのロ、ハイリスクの人は、やっぱり、たくさん、あの、バルブが痛む前に亡くなってしまうということもありますが、インターミディエットなデータが、やっぱ出てこないっていうのが、まあ、ちょっと、 本当にどう、出てこないだけなのか、どうなってるのかっていうのは今気になってるところですね。まあ、もう出てもいいはずなんですよね。うんまあ、インターミデートのインターミデートのもうちょっと長いデータが、まあ、あ、でもインターミデートのまあ、もうちょっと長いデータもうそろそろ出るーー出てもおかしくないはずですよね。うん、だからそこがちょっと出てないのが、いろいろな COI があるのかっていうのを今、<laughs> まあ、まあちょっとやっぱり、あの、他の講座の人とも話すことはあって、ちょっとそこら辺は今、 意味はなっているところではあります、ね、僕は何も知らないんですわかりましたじゃああの次の先生のメタ解析でまたお待ちしていますということで、はい、今日もコロナに気をつけていってらっしゃいありがとうございました <music>